はい、キリカフェ、中村隆史です。金田達子です。はい、ズームオンラインウクレレセミナー、参加者による特別企画、TT カフェ、リモートワークオーケストラ、募集中。はい、ただし、セミナー参加者です。もうすでに2回ね、終わろうとしていますが、あと1回チャンスがあります。今から申し込むだけでも結構です。8月23日の第3回ウクレレアンサンブル奏法を受講していただけると、このリモートワークオーケストラに参加できます。はい、ただこちらの方もスケジュールがありまして、はい、ご参加のお申し込み締め切りは8月7日です。これはリモートワークの締め切りでございます。で、動画を撮影するということになっておりますので、皆さんが動画を撮影してこちらに送っていただく、はい、これの締め切りが8月17日でございます。大変ですね、はい、これも同じです。早めに送ってください、はい、もうできれば7月中に送っていただくとか、そういうのも、はい、もうすでに何名かの方もレギュラーメンバー決まっておりますからね、はい、今回は、どうして、こちらに撮影して送っていただくかという説明をさせていただこうと思いまして、この動画を作らせていただきました。まず、それでは解説動画を今から、やっていきます。はい、画面出ましたね。これがですね、楽譜とカラオケ音源をこちらから、送ります。で、演奏するのはなんと4小節でいいんですよ。そんなパイナップルプリンセス全部弾かなくていいです。あ、今回の楽曲パイナップルプリンセスになりましたので、ね、うん、ちょっと文字が今小さいですけど、こちらから皆様に、呼びますね、弾いていただく場所の楽譜とカラオケ音源を送ります。添付で送りますのでね、メールアドレスをお知らせいただきください。すべてのパートが入っている模範演奏の音源も一緒に送ります。これを聞いて自分はこんな感じで弾けばいいかなということを判断していただいて、4小節だけ弾く、スマホにて撮影いたします。スマートフォンがありましたね。こういう、私の場合はもう iPhone 8です。非常に古いんですけどね、これでも十分撮れます。もしくは iPad、でも結構です。はい、撮りますので、それで撮影してください。はい、それでは撮影方法でございます。ケーブル分かりますかね。ライトニングケーブル、今大きく映ってますね。iPhone の端子でございます。 Android の方はこれがまたマイクロ USB だったりまた違いますね、それです。でも結構です。はい、いろいろこう今載っています。これはラジカセで再生していただいても結構です。で、ビデオで撮っていただいても結構です。端子は 3.5 ミリとかマイクロ USB とかいろいろこうありますので、これはメールで聞いていただければと思います。スマホをこう立てて、自分の動画をこう撮影する、ね、その時に、楽譜を見ながらこういう動画を撮影されると、後でね見てて非常に頭しか映ってないくなります。もしくはウクレレしか映ってないのも非常におかしなことになりますから、全体が映るようなアングルをちょっと考えていただいて、撮っていただけると思います。アングルは非常に大事でございます。カラオケ音源を別の端末で再生するということは、何か違うので再生する。で、それでイヤホンですね。で、ここにマイクがあるんですけど、わかりますかね。はい、今からですね、私が、一応雰囲気わかるように、これは iPhone ですけどね、こういう、ね、別にヘッドホンで音楽を聴かなくていいんですけど、右ですね。はい、そうですか。いつも逆にするんですけどね。こういう風になってますよね。で、ここにマイクがありますよね、これですね。これがウクレレを持つとちょうどいいところに来ます。こうね。で、別にこう歌ったら歌も入りますけど、歌わないでくださいよ。ウクレレをここまでで結構ですね。 A パートの前半とかあります。これだけ弾いていただいて、再生音源とかカラオケ音源を、どっかちょっと遠い目で鳴らしていただければ十分このウクレレの音だけが録音できます。で、サイドを弾く場合、金田さんがこういうふうに同じようにこう、イヤホンして、で弾いていただけると、もう少しこっち来ていただかないとアングルに入ってないですね、はい、で、なんか伴奏をチャン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 弾いていただける、はい、で、これを iPad とかなんかこうこういうふうに自分でこうですね、撮影するときれいに撮影ができる、はい、そんなふうになっています、はい。
で、イヤホンマイクで全然大丈夫です。こういう、まあ、コンデンサーのこういうやつで、やってもらっても結構ですし、しまおう。結構ハイテクなことをできる方はチャレンジしてください。はい、では次いきます。具体的にどうすればいいかというのは今画面に今出ていますが、こちらの方に出てますね。演奏する箇所、先ほど見ました4小節のメロディー。で、余裕のある方は伴奏パートの、先ほど金田さんが弾いてた曲、こんな映像も欲しいです。2タイプ欲しいです。例えば、クリック、ちょっと鳴らしてみましょうか。こんな風な伴奏になります。たくさん後半の部分もありますが、こういう感じで頑張って演奏してください。で、3コードのパートをちょっと金田さんに弾いていただきましょうか、これを同じようにクリック、チャンチャン、3コードですから、もう C と F、F と C と G7、はい、もうそれだけですからね、はい、覚えていただければ。はい、もう少し、今楽譜出ました。これが今の話です、4小節イントロがあって、その後にタンタンタン、ここまでですね、はい、次の方が後半を弾きます、うん、こうなっています、はい、うんうん、そう、なんかテレビの番組みたいになってきましたけど、実際の収録映画はこれです。はい、では再生いたします。こういう止まってる映像とかあっても大丈夫です。全然大丈夫です。後でこちらで編集しますから、こうスイッチ触ってるとこもあっても大丈夫です。伴奏パートもいきますね。同じようにやってます。最初どうしてもこういらない部分はついてくるんですけど、そこはこちらで編集します。はいね、うん、そういうふうになっております、うん、はい、ではもう少しこちらからもお願いでございますが、余裕のある方パフォーマンスをお願いしたいんですが、最後のエンディングは全員が20人、はい、30人でこう映りたいので、ちょっと小さくしか見えないので、別にウクレレを裏返して弾いてても結構ですし、いろんな盛り上がるという、今映像出ていますよね、イエーイとかいう感じで盛り上がります。ちょっと最後の場所どんなのか音出しますね、一番最後の、これです。これをこれが決めのポーズ、はい、今そこに決めのポーズありますよね、はい、ジョン・トラボルタ、ジョン・ホタルボルタになりますけどね、あります。その上にですよ、これがね、ぜひペット同伴 OK でございます。ペット同伴、はい、お家のペットさん、はい、ペット同伴 OK のリモートワーク、はい、ウクレレオーケストラ、なんとペットがマスクしてますけどね、よく見ますね、はい、で、例えば楽譜を出します。これが今先ほど再生した一番最後です。チャチャンチャチャチャンチャチャンとか、まあ一小節あって、その後の G7 チャン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  CFC で C のこうジャラーン、なんかこんな風に弾いていただいて、ジャラーンで次パーカッションがカカンカカカンカカジャガジャントーンです。わかりますかね。タタンタタタンタタンジャガジャン、はい、別にこんなのでも結構ですし、最後なんか決めポーズをお願いします。本当にナイトフィーバーでも結構ですよ。はい、では実際の収録動画はこれです。私が収録しているシーンでございます。鳴らしてみたいと思います。となりましたね、はい、そう、それでは
リーでダミーで、金田さんの2人で今日朝から一生懸命動画を撮りました。その動画を見てください。最後に大歓声が鳴りましたよね。あそこまでは実際ありますからね、みんなでキヤーと終わって全世界配信です。で拍手があると、でジャカちゃんがあそこでなんかもう全然参加してないと、その人だけが目立つ。みんなでこうパフォーマンスすれば目立たないけど、やってない人が一番目立ちますからね、別にワンちゃんこの人も結構ですからね、ワンちゃんが怒らない程度に。意外と動画見てて後ろでワンちゃんこう言ってるやつね、気になりますよね、はい、あれ可愛いですよね。ああいうイメージです。さあ、まとめですが、送信のどうすれば送信こちらにできるか、まず撮影したビデオはですね、スマホタブレットで、LINE で送ってください。今 LINE がありますね、携帯の LINE でもアドレスが私の方をお教えします。でもう少し PC のこと分かっている方は、ギガファイル便というのがあります、アドレス、私のアドレス載っておりますので、私の Gmail アドレスにしていただき、結構動画の容量というのは大きいですから、ギガファイル便というのを覚えていただければと思います。はい、そう、では、分からない方、ね、金田さん、ちょっと分からない方、どうしたらいいですかね。はい。はい、一度ね、はい、テストで。ちょっと自分でやってみて、それを送っていただけるとこちらもそれでお話ししやすいですよね、うん、はい、アドバイスですね、はい、アドバイスできるかと思いますので、ね、ちょっと自分でまずやってみていただいてもいいかなと思います、はい、そのためにも7月の末ぐらいに一度送っていただいたら余裕があるかなという気もします、うんね、特別にね、早く、はい、あ、編集は大丈夫ですけど、もしもね、送ってもらってもなんかもうちょっとね、他の方から見栄えが良くない動画とかたまにありますからね、うん、もう少しこういう感じでっていう、こちらからアドバイスができるかなと思います。 その余裕の時間がね、はい、ではもう一度告知いたします。オレンジ TT カフェといえばオレンジでございます。 TT カフェウクレレリモートワークオーケストラ、はい、ご参加の申し込み締め切りは8月7日、はい、動画撮影の締め切りは8月17日です。ただし、セミナー参加の方が条件ですが、もう一度ね、8月23日、もう一度セミナーがありますから、それを申し込んでいただければ参加資格ということになります。ぜひ、ぜひ、この動画を見て、まだまだやりたい方は、参加してください。まあ、次回、23日、これ間に、動画が何日にアップするかちょっと分かりませんが、7月23日は金田佑子さんのジャカソロ奏法、8月23日はウクレレアンサンブル奏法があります、夏の特別企画、リモートワーク、オーケストラは夏の陣、夏の陣ということはひょっとしたら秋の陣あるのかな、これはちょっとね、分かりませんがね、ホームページでも受け付けております、はい、ぜひご参加ください。長くご視聴ありがとうございました、はい、どうも失礼いたします。お待ちしてます。はい。